ご利用者さんが車椅子や椅子等にいわゆる仙骨座りをしているという状態にを思い浮かべてください。まあ、この方が立っていただいたり異常解凍する場合は当然このままでは立ったり座ったりできませんので、まずは姿勢を前かがみにするということが必要になります。で、その時に私たちはボディメカニクスであった横方向の移動、またはこう前後の移動ですね、こういう体の動きを使いながら解錠することをイメージしてください。よくありがちなのが足を揃えてこういう風に持ってきてしまったりする場面もよく見かけますが、腰が高くって角度20度以上の角度のままやろうとすると腰を痛めやすくなりますので、このような解錠はできるだけなくしていきましょう。体を端に構えていただいて、そして、肩峰という肩の骨のところに自分の手首をピタッと当てるようなイメージを持ってください。そして自分の方向に重心を移動しながら手首を返して体をまっすぐにキープしてあげてください。そうするとこの後足を引く解除をしたりとか、例えば上着を整えてあげるというような解除にもつながっていきますので、ぜひこの体の動きっていうのをイメージしてください。深く座っているご利用者さんを浅く座っていただくという解除の仕方になります。まあ、浅座りの解除はいろんな方法があると思います。当然ご利用者さんが本人の力を使って移動してくるんだったらば、片方ずつお尻を上げながら前にずれてくるということも促しをしてください。できることはやっていただく必要がございます。ただしご自分で動かすことができない場合には解除することが必要になります。そのやり方になります。まあ、深く座っている状態から浅く座る状態まで移動をしてもらいます。体は前かがみ、小柄であれば支えるところは肩だけでもいいですが、大柄な場合はこれだとちょっと首とかに負担がかかったり、解除する方も少し、負担が強くなりますので、大柄な場合は脇の下にしっかり支えて体全体的に支えた方が接触面積も増やすことになり安定するかと思います。前傾姿勢、前かがみになったら反対側、圧が抜けると言いますか、除圧になっていきますので、手をピタッとくっつけて、手のひらを返すようにして、接触面積を増やしてください。そして脇を絞るようにすると、体が前に移動してきます。やってほしくないのは、手をお尻を握って、ギュッと前に持ってきたり、足の膝の裏に支えてギュッと前に持ってきたり、そういうことはやらないようにしていきましょう。強く握ってしまったり、膝の後ろは神経や血管、それからまあリンパの流れもありますので、そこを持ってしまうと痛みを伴ってきますので、できるだけ接触面積を増やして、そして脇を絞って前に移動することを心がけてみてください。反対側も同様になります。車椅子の場合には、前にずれていただこうと思うと、車椅子も一緒にずれてくることってないでしょうか？その場合はですね、足を車椅子のアームのとこですね、そちらの方に支えていただいて、少し中腰になりますけども、前に来ないように、ストッパー役をすると前方向への異常解除ができるようになると思いますので、やってみてください。立ち上がりの原則についてご説明をします。まず立ち上がるためには皆さんご存知のように、3原則っていうのが昔から言われています。1つは浅座り、2つ目に足を引く、3つ目に前かがみになるということですが、最近では深
プラス座面の高さというのも言われていますので、この4つ覚えておいてください。まずは浅座りはどこまで行けば浅座りになるかというと、車椅子や椅子に座っている場合には座底長という、ことをしっかりと意識してください。具体的に言うと、足の膝の裏側からお尻の後ろまで、この長さが座底長になります。この約半分ぐらい、半分が椅子の端っこに来るまで浅座りをする、前に来ていただけるととても立ちやすくなると思います。ちょっとモデルさん前の方に来ていただいていいですか。そして二つ目、足を引く、膝の真下につま先が来るぐらいまで、もうちょっと前です、引いてください。なおかつかかとがしっかりと床面についているというのが大事な要点になります。そして三つ目、前かがみになるという形になります。頭が後傾をしてたり、肩が後ろに、肩甲骨が閉じてしまうという形になるとなかなか立ちにくくなりますので、頭が前、肩甲骨も前の方に来る、開くと言いますけども、そのようにしていただけるといいと思います。前傾姿勢になるというのは、足の踏ん張ってる面積のことを四肢基底面積と言っています。この四肢基底面積の真ん中に立つ時の重心というのが溝落ちのあたりにありますので、この溝落ちにある重心をこの四肢基底面積の真ん中に入れるとお尻が浮き始めるという形になりますので、まあ、そのためにもしっかり浅座り、足を引くということがとても大事になります。さらに、まあ、麻痺の人の場合には足が外側に開いていって、そして足首のところが内反をするというような形になると当然立ちにくくなりますので、足が開かないように支えるということ、それから、前傾姿勢になってお尻が浮き始めた後、しっかりこの太もも、立ち上がるためにとても大切な筋肉が作用しないと立ち上がりにはいけませんので、ここが使われていることを意識、そしてその後体全体的な力、いろんな様々な筋肉を使いながら立つということを、まあ、見ていかなければいけません。そこのどこに不都合が生じているのか、筋肉使えてないのか、バランス量の具が悪いのかというのをしっかりと見て、必要なところのみ支えるということがとても大切になります。